電力線も発電機もない場所に1キロメートル先から光の一本線で電気を差す。もしそれが 15% の効率で安定して届くなら、都市の常識はどこから変わるでしょうか。 NTT と三菱重工業はレーザー無線給電の実証実験で、送信側の光出力 1035W に対して 1km 離れた自伝側で 152W を取り出すことに成功しました。実はこの記録は現時点で公表されている長距離レーザー無線給電の中では世界最高効率とされています。必要な時に必要な場所へケーブルを使わずに電力を届けるという発想がいよいよ現実味を帯びてきましたね。この動画ではこうした記録の背景にある技術の仕組みや従来方式との違い、日本の関連企業について整理します。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。もしあなたの街でケーブルを敷設できない場所にも電力を届けられるとしたら、どのような変化が生まれるでしょうか。例えばスマートフォンのワイヤレス充電は誘導方式と呼ばれる仕組みで実現されていますが、実際に電力を送れるのは数ミリメートルほどのごく近い距離に限られます。もう少し離れた場所に電気を送る方法としてマイクロ波を使う技術もありますが、この場合は電気を受け取るアンテナが大きくなりやすいという問題がありました。こうした技術的な制約に加えて、社会全体としても災害時やインフラ未整備地域での電力供給といった課題が残されています。災害が発生した直後には電力線の敷設が間に合わず、非常用発電機の燃料も不足しやすいという課題があります。さらに海上や山間部といったインフラ整備が難しい場所では、通信中継のための電源を柔軟に確保したいというニーズが根強く存在します。近年は空の作業化が進み、ドローンの運用現場でもバッテリー交換や有線給電の手間から解放されたいという要望が高まっています。加えて宇宙分野でも静止軌道で得た太陽エネルギーを地上に送る構想が再び現実味を帯びてきました。このように様々な分野で必要な場所に必要な時に電力を届けることへの期待が高まる中、長距離かつ高効率な光無線給電の確立はこれまで以上に重要なテーマとなっています。 NTT は長年にわたり空間伝送技術と呼ばれる光を使って遠くまで電力や情報を届ける研究を続けてきました。この技術では光の波の形を細かくコントロールすることで、離れた場所でも狙ったポイントに均一な強さで光を当てることができます。一方で三菱重工業は航空宇宙やエネルギー分野で培った経験を生かし、受け取った光を効率よく電気に変える仕組みや受電側の光学設計に強みを持っています。また部品や設計の技術進歩も追い風となっています。産業用の高出力レーザーはここ数年で小型化や高効率化が進み、屋外での設置にも十分な信頼性を持つようになりました。地震側の電力制御や監視のための回路も再生可能エネルギーの普及によって選択肢が増えています。さらに光学技術と制御技術を組み合わせることで、遠く離れた場所でも光の強さを均一に保ち、狙った場所に正確に電力を届ける設計が現実的になってきました。そこで NTT と三菱重工業はレーザーを活用した新たな無線給電アプローチに挑戦したのです。新しいアプローチであるレーザー無線給電とはどのような技術なのでしょうか。レーザーは指向性が非常に高いため、見通しが確保できる環境であれば受電側の装置を小型軽量化できるという利点があります。そのため受光面の一部だけが強く照らされると発電効率は下がったり、素子に負担がかかる場合もあるのです。しかしこの技術ではケーブルが届かない場所でも
光の一本線で電力を届けることができます。2025年1月から2月にかけて行われた屋外での実証実験では、地面から約1メートルという低い位置に光を通し、あえて大気の揺らぎが大きい厳しい条件を選びました。このような難しい環境で、送信側の光出力 1035W に対し、受信側で 152W の電力を取り出すことに成功し、連装効率は 15% を記録しました。また30分間の連続給電も確認されており、今後の技術発展につながる大きな一歩となりました。今回の NTT と三菱重工業による取り組みでは、送信側と受信側の両方に様々な工夫が施されています。まず送信側では、遠く離れた場所でも光を均一に照射できるようにすることが重要でした。 NTT は送信時に光の輪郭や位相をきめ細かく制御し、 1km 先に到達した時点で光の強度がなだらかに平坦になるよう設計しています。位相とは、光の波がどのタイミングで上下するかを示す性質のことで、これを調整することで光の重なり方や広がり方をコントロールできます。具体的には、解説光学素子という特殊なレンズのような部品を使い、光の外周部をリング状にし、中心部は広がるように位相を調整しています。この工夫によって、光が伝播する途中でリング状の部分と中心部分が重なり合い、目標地点で均一な強度分布が実現されるのです。またビームステアリングミラーという可動式の鏡を使い、照射方向を微調整することで、狙った受電パネルに正確に光を当て続ける仕組みです。受信側では、光の強度にムラや揺らぎが生じやすいため、これを均一かつ安定にするための工夫が施されています。三菱重工業は、受電パネルの手前にホモジナイザと呼ばれる部材を設置しています。ホモジナイザとは、入射した光を拡散させて濃いスポットや強弱の差を鳴らし、パネル全体に均一な光が届くようにするための光学部品です。これにより、受電パネルの一部だけが強く照らされることを防ぎ、全体で安定した発電が可能となります。また受電パネルは複数のセルで構成されていますが、それぞれの出力にはレベリング回路を用いて平滑化を行っています。レベリング回路とは、セルごとの出力電流のばらつきを抑え、風や地表の加熱などによる光強度の変動があっても、全体の電流が大きく変動しないようにするための電子回路です。受光素子にはコスト面や入手のしやすさに優れたシリコン系の半導体材料が採用されています。シリコン系受光素子は太陽電池などでも広く使われており、安定した性能と量産性が特徴です。従来のマイクロ波を用いた無線給電方式と異なる点は、ミリメートル単位の高い指向性と装置のコンパクトさにあります。レーザー無線給電はマイクロ波方式と比べてミリメートル単位の高い指向性を持ち、装置自体もよりコンパクトにできる点が大きな違いでしょう。同じ距離で比べると、マイクロ波は広がりやすく受電アンテナは大きくなりがちですが、雨や霧の影響は比較的小さいという特徴があります。一方、レーザーは非常に細いビームで狙えるため、受電モジュールを小型化でき、移動体や仮設設備にも搭載しやすい利点があります。ただし、大気の乱れや雲の影響を受けやすいため、光学設計や制御技術でこれを補うことが重要となります。利用者にとっては、必要な時だけピンポイントで電力を届けられるため、柔軟な用途に利用できるメリットがあります。離島の小規模基地局、沿岸の精査、災害時の一時病棟、そして飛行中ドローンへの連続給電など、電源の自由度が上がるでしょう。受電側の小型化は、搭載スペースと重量の制約を緩め、運用コストの低減にもつながります。レーザー無線給電の技術は、光を制御する部品や電気に変える受光パネル、システム全体を管理する制御モジュール、さらに計測や安全を見守る装置など、多くの関連分野が関わっています。
こうした幅広い技術や部品が必要となるため、さまざまな産業や企業が参加しやすい点も大きな特徴です。高出力のレーザーとそのレーザーの波長にぴったり合った受光素子を組み合わせることで、今よりもっと高い効率で電力を送れる可能性があります。こうした効率向上の余地が大きいことは、今後のビジネス展開にもプラスに働くでしょう。日本の関連企業。最後に改めて今回の実証実験を成功させた2社とレーザー無線給電に関連する企業を1社ご紹介します。 NTT 証券コード9432。 NTT は通信分野と研究開発を事業の中心に据えている企業です。近年は宇宙を含む広い空間でのエネルギー利用や通信インフラの構築、さらに光学技術と情報処理を組み合わせた波面制御やビーム成形の研究開発にも力を入れています。同社は今回のレーザー無線給電実証において、主に送信側のビーム制御技術と長距離転送時の光強度分布設計を担当しました。送信側で高出力レーザーのビーム形状を最適化し、 1km という長距離でも受信側に均一な光強度が届くように波面制御やビーム成形の技術を開発しています。また大気の揺らぎや乱流による電装損失を最小限に抑えるため、リアルタイムでビームの状態を監視し、必要に応じて補正を行う制御アルゴリズムも導入しました。今後はさらなる高出力化や制御の自動化が進めば、災害時の電力供給や通信中継など様々な分野での商用化が期待されています。研究成果は学術誌にも掲載されており、技術の公開性や検証性も高い水準にあります。空間連想とネットワークを一体的に設計するという観点では、通信と電力の両方を最適化できる点が同社の強みですね。今後は研究開発を継続しつつ、社会実装のスピードも両立できるかどうかが企業としての評価ポイントになるでしょう。三菱重工業、証券コード7011。三菱重工業はエネルギーや産業機械、航空宇宙など多岐にわたる分野で大型システムを手掛けている企業です。光学技術と電力変換を組み合わせた受電パネルの設計力に優れており、過酷な環境下での実装や安全設計にも強みを持っています。当社は今回の実証実験において受電側システムの開発を主導しました。レーザー光を効率よく電力に変換するための高効率受光パネルや、受電電流の安定化を図る小文字ナイザーおよびエベリム回路を設計実装しています。これにより大気の揺らぎやレーザー強度の変動があっても安定した電力出力を維持できる仕組みを実現しました。また受電モジュールの小型、軽量化にも注力し、屋外や移動帯への応用可能性を高めています。同社が産業機械の現場で培った保守・運用設計のノウハウは、屋外設置時の信頼性向上にも直結しているのです。標準化活動や実証フィールドの確保で先行できることが、今後の事業化を進める上で大きな強みとなるでしょう。浜松ホトニクス、証券コード6965。浜松ホトニクスは光センサーや光源の分野で世界的な供給網を持つ企業です。さまざまな受光素子を取り揃えており、用途や波長に応じた高感度化の実績も豊富です。同社が今回の NTT と三菱重工業による実証実験に関与したという公表情報はありません。しかし光網レーザーの波長と受光側の最適化が進む中で、同社の受光素子や測定機器が重要な役割を果たすと考えられます。長距離でのビーム計測や安全監視、受光パネルの分光最適化など、周辺部材や測定分野で新たなビジネスチャンスが広がる可能性もあるでしょう。光の安全計測や
遠距離ビームの診断はシステム運用の信頼性を高める上で欠かせません。同社は高感度フォトダイオードや分光器の供給実績があり、給電と同時に監視を行うシステム構成でも存在感を発揮できます。今後受光パネルがどの波長の光を最も効率よく電気に変えられるかを細かく調整する、いわゆるスペクトル最適化が進めば、強化装置や構成サービスなど関連する分野にも新たな展開が期待できるでしょう。いかがでしたか？地上でのレーザー無線給電は大気の揺らぎや南流が大きな障害となりますが、今回の実証実験では 1km の距離で 152W の安定受電と約 15% という伝送効率を達成しました。送信側ではビームの波面制御やイーム成形によって長距離でも均一な光強度を維持し、受信側では小文字内座やレベリング回路を用いて大気の変動を吸収し、安定した電力出力を実現しています。このように送信と受信の役割分担が明確になったことで、今後の技術開発の方向性も見えやすくなりました。今後の課題としては光源と受光素子の波長最適化やビームの自動追尾技術、高出力時の安全基準の整備などが挙げられます。事業化を見据えると災害時の非常用電源や沿岸山間部のセンサー、仮設の通信中継、ドローンへの電力供給など、まずは小規模な用途から段階的に展開していく現実的なシナリオが考えられるでしょう。皆さんの業界ではどの用途が最も導入効果を発揮しそうでしょうか？今後も最新の技術動向や規制の整備状況を注視しながら、どの分野から社会実装を進めるべきか一緒に考えていきましょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。